この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの金庫をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのか分かんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただし、トンズラはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと、何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなると、うちは真っ二つじゃん。そしてその時青龍会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったら、ここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけど、コミジュルは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ、分かった。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。足立さん、この辺ってもう。ああ、
すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何？そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ？誰あれ？こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ？まさかコミジュルの人間か？うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カズカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、カスガ一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい？ええ、もちろん。もちろんと来たか。みんな、危ない人じゃねえみてえだぞ。つまり、あんたコミジュルの人間だよな。そうね。え？どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの？ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの？そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの？まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさ。そんなに怖がらないで。怖がるって？あれ、そんな風に見えちゃってる？大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさ。どいつもこいつもだらしない。なんかずっと人気がないよな、この辺って。カスガ、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だな。あ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの？ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い？おっかねえな。何これ、めっちゃすごい。知ってたか、カスガ。コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。
てか、こんなに電線引き込む意味って何なんだ。ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ、たかがゴキブリじゃねえか。俺んちで見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え、女が消えた。え、バカ野郎、一番なんで目離したんだよ。あんたもだろう。おい静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た、ボウガンだ。コミジルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いお面かぶりやがってなんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか。なら次はこっちから行くぜ。ちょっと、おい、おう、ああ、邪魔なんだよ。やってやるぜ。私の番ね。逃げられない。殺されたいらしいね。見らこ。見てなさい。ほら、やるぜ。やんのか。私決めるんだよ。見せてやるよ。おい、来た。俺の番か。ほら、来いよ。よし。
強くなっちまったか。開けてみるか。やったぜ。当たり切ってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのが奇跡だ。スカートの中見えなかったかしら。命より。お、うん、ああ、おう、ここか。ここにいたか。お、いたぞ。ここにいたか。どこに逃げやがる。見つけたぜ。私の番だ。
ザザ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 どうするかね。なめんなよ。決めたよ。やってみろ。俺の番。やっておくぞ。よし。一つ上の男、まだ成長できると。またいい女になる。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。うわえ、何？いや、ちょっと虫が顔に当たってな。ったく、驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。おい、